普段多種多様な企業に所属している ICC スタッフたち、彼らのチームビルディングに迫ります。 ICC があることが私の人生っていうか、私の行動一つ一つが皆様のやる気にもつながるし、それがきっと社会を良くすることにつながる。参加しないと自分がなんか、あ、このままで人生こじんまりしちゃうなとか、なんかそういうやっぱりへし折れると変わるんで、なんかへし折れたのが良かったのかなって思ってますね。福岡、2月13日から16日、来場者1100人、会場に集まる著名な登壇者たち、彼らが共感する精神、共に学び、共に産業を作る、そんなコンセプトを掲げるエクストリームカンファレンス、それが ICC サミットです。ICC サミットでは、参加者の議論の場として、さまざまなプログラムが用意されています。ICC サミットを支えるスタッフたち、ボランティアで参加しているにもかかわらず、他では類を見ないほど連携の取れた運営が行われています。 ICC サミットにはどんなスタッフたちがいて、どんな体制で運営を行っているのでしょうか。スタッフたちのチームビルディングとは、もっともっとここで挑戦していくことによって、この社会っていうものが本当に変わっていくんだ。新しい自分になって一緒にアップデートして帰りましょう。少し当直、それがもしかしたら誰かの何かを変えるきっかけに携わっている。共に学び、共に産業を作ろう。もともとは、プレイヤーとして一番最初参加して、でその次以降は、統括として誘導をまとめさせていただくお仕事をさせていただいておりました。最後ですね、妊娠5ヶ月の時にお腹を持ちながら参加させていただいたのが最後で、その後は会場には来ないんですけど、採用だったりとかオンボーディングだったりとかをサポートするサポーターとしてオンラインで活動させていただいておりました。やっぱり ICC って肩書きだったりとかポジションだったりとか普段やってること関係なく、本当にプレーンな自分のありのままの姿でいられるっていうところ、自分のなんか中心が戻ってくるような感覚が必要だなと思ったので、スタッフに復帰したいなと思いました。やっぱりまた会いたいって思える仲間が一番いるのが ICC かなと思いますし、自分の使える自由時間の中で社会に一番インパクトが与えられるのが ICC だからですね。なんかここで本当にこう産業が生まれているんだなっていうのを感じる場面が、参加の回数を重ねるにつれてだんだん増えてるというか、ここに自分のこう時間とか自分のリソース使うっていうことにちゃんと価値を感じられるようになってきた。スタッフが成長するっていうことが、この ICC のプログラムにおいては結構大事だなっていうふうに最近すごく感じていて、この ICC の幅を広げられるようなこうスタッフでありたいと思いますし、そういうスタッフがもっと一人でも増えていってほしいなっていうふうには思ってるので、なんか統括としての役割は、なんかそのメンバーを増やしていけるかなのかなっていうふうには考えてます。株式会社クレイジーという会社にいて、結婚式の授業をメインにしてます。個人的にはその ICC っていう、1回の機会、すごい大きなイベントと結婚式ってなんか本当に一緒だなと、なんか結構最初から思ってたんですけど、カタパルトを担当させてもらって、その人にとってはもう一緒に1回じゃないですか。で結婚式もやっぱり一緒に1回なんですよね。でなんかそこに向けて本当に1年半年準備してるのも一緒だし、なんかその中でやっぱりどうこう一歩先を見据えてこう気遣いができるかとか、なんかお声掛けができるかとかで本当に結果も変わってくるなって思う瞬間がたくさんあったので、なんかそれを ICC の他のスタッフの方がされてるのを学んで自分の本業に生かしたりとか、なんか逆にやっぱり結婚式業界でここにいるって私一人かなと思うので、なんかこういう気遣いができたらいいですねとか、逆になんかこういうことは後で言った方がいいですねとか、それは結構チーム内でも共有させてもらって、カルチャーにもなったらいいなと思って行動してます。ICC サミット本番当日、会場に集まった参加者たちをスタッフが迎えます。白熱する多様なセッション、3日間で80以上のプログラムが全7会場同時進行で行われていきます。セッションの裏で活躍するスタッフたち、スタッフたちにとってそれまでの準備が形になる3日間、思いを一つに各々が担当するチームの仕事を進めていきます。スタッフたちは受付、会場運営、
スピーカー誘導、カタパルトエクスペリエンスデザイン、メディア、サポート、バリスタ、アワード、コークリエーションナイトに分かれて運営を行っています。会場運営チームはセッションの司会や進行、会場のオペレーション全般を行います。ICC サミットの目玉となるカタパルト。木戸さんは主にカタパルトが行われる A 会場の運営チームを統括しています。カタパルトは文字通り本当に多種多様なバックグラウンドを持って、それを全部背負って自分の人生をかけて7分間のピッチに臨む方たちが集まります。で、そのプレゼンターの方たちを一番近くで見るたびにめちゃくちゃかっこいいなっていう純粋な憧れ、尊敬、その気持ちを抱くと同時に、自分はこの場に立てるんだろうか、いつになったら立てるのか、どうやったら立てるのか、なんで今立ててないのかみたいな悔しさ、焦りっていったようなポジティブとネガティブな気持ちがいつもぶつかり合うんですよね。消化して、じゃあ今自分の普段働いている職場に持ち帰って、どれだけ日々この歩みを進められるか、そしてまた半年後戻ってきた時に自分はちゃんと本当に進んでいるのかっていったことを半年に1回ずっとずっと確認し続けて、間違いなくこの歩みを進めていく、自分の人生を進めていく、それが自分にとっての ICC、 ひいてはカタパルトに参加し続ける、運営し続ける理由になっています。審査員や一般参加者がプロダクトやサービスを実際に体験し、投票によってグランプリを選出するアワードプログラム。アワードチームが担当します。普段エンジニアとして働いている和田さんは、アワードプログラムの投票システムを構築しました。今回は読み込み速度がかなり改善されています。もう一点として、僕以外の人が企業さんのデータを管理しやすくできるように管理画面の方を用意しました。企業名、あと企業の持っているプロダクト名を入力してもらえて、あとカテゴリー、自動でアンケート画面に表示されて、それをみんなが投票していける、そういった仕組みにしています。思いを持って作っているものっていうのを広めていくっていうことに対しての楽しさというか面白さを見出して、自分もどんどん応援していきたい、それを広げていけるようになりたいっていう思いで3回目も計測をしているっていうような感じです。スポンサー企業がブースを出展、チーム戦で競うガーディアンアワード。チームを統括する宮崎さんは、アワード開催の数ヶ月前から14社のスポンサー企業とコミュニケーションを取り、出展をサポートしてきました。 ICC の中で唯一のチーム戦であり、現場の担当者にスポットライトを当てるっていうような企画になってます。企業さんにとっては PR の場で、直接お客さんと触れ合う場っていうのを機会としてご提供させていただく場になっているので、かけがえのない存在だからこそ、ちゃんとそれに見合う価値を返していく、それ以上を上回れるような価値を返していくっていうのがガーディアンアワードなんじゃないかなっていうふうに思ってます。主役がスポンサー企業さんなので、その方々が学ぶとか産業を作るっていうところにつなげられるか、そのサポートできるかっていう軸で考えて動くっていうことを大事にしてます。 ICC サミット本番に至るまで、スタッフたちは2つの準備を入念に行ってきました。1つ目に、事前にスラックやズームによる打ち合わせを重ね、コミュニケーションのさらなる活性化を図りました。交流を通じて、まずその人と人との関係性っていうところをしっかり築いた上で、本番に向けて最高の成果が出せるように準備をしてきました。2つ目に、スタッフは ICC サミットのプレイベントを行い、万全の体制で運営を行うにはどうすればいいかを半年かけて検証、スタッフの向かう方向や理想の形を明確にしていました。一部のメンバーが、リトリートっていう形で旅行に行って仲を深めるだったりとか、家族みたいな場所ができたと思っています。さまざまな企業によりスタッフに向けスカラシップ支援が行われています。弊社メンバーも毎回5名前後、多い時10名近くスタッフとして送り込ませていただいて、
いるんですけれども、それを通じてスタッフのメンバーのみんなが成長していったり、こう楽しく働いて帰ってくる様子を見てですね、何か参加者として参加するだけじゃなくて貢献したいなっていう思いが非常に強くあったので、お話しいただいていつも光栄に思っています。会社の理念としてもですね、若い方とか意欲のある方に成長機会を提供するっていうのは結構大事なバリューにしているところがあるので、そちらもですね、会社の意思としても少額ながら支援させていただくことで社会に貢献できているっていうのが我々としても嬉しく思っているっていうところです。こうして ICC サミット福岡2023は幕を閉じました。フルコーニーとかっていうのが発祥というか、メインだと思うんですけども、で去年にそういった人と人は切磋琢磨し合えるなっていうところをすごく感じました。それは私が担当してたチームのメンバー間で、1メンバーが頑張れば他のメンバーも頑張るし、そのレベルがどん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 相乗効果で高まるっていうこともそうですし、私の担当してたところでいうと展示企業さんとの関わりが密なポジションだったので、展示企業さんと私たちスタッフっていうところが相乗効果で高め合うみたいなところができて、結果企画として良いものができた今回だったかなというふうに思ってます。私もともと ICC のスタッフやる前から切磋琢磨っていう言葉すごく好きで、また言い換えると、共に学び共に産業を作る、結局意思ある者同士の間にしか生まれない、どういう立場とか男女とかそういうのも関係なく皆さん挑戦してる人に溢れてるので、自分で自分の限界を決めちゃいけないなというか、決められないなっていうふうに思うようになりました。共に学び共に産業を作る、高い志を共通に持つICC スタッフたち、一つの企画を形にしていく中でお互いに切磋琢磨していく、だからこそ彼らの間に強い絆と成長が生まれるのです。